星野源の恋は10月から12月にかけ通算5週間にわたって2016年のジャパンホット100チャートで主を獲得した。同年間チャートでも第3位を記録している。以下は2016年のビルボードジャパンホット100チャートシングル1位の一覧である。ビルボードジャパンホット100は日本におけるシングルのヒットをランク付けした音楽チャートの一つである。 ジャパンホット100は CD セールスのみでは捉えられない世間のヒット感覚をチャートに反映させるため CD セールスに加えてデジタルセールス、ストリーミング、動画再生回数、ラジオエアプレイ、ルックアップ、ツイート数からなる7つのデータを複合した総合チャートとして公開されている。2016年は48曲がジャパンホット100において首位を獲得している。 特に、星野源の、恋は、2016年だけで5週間にわたり、首位を記録。翌年2017年のジャパンホット100においても、首位を記録し続け、2017年2月時点で7週、連続、通算11週間にわたって、チャート首位を記録している。2016年のジャパンホット100年間チャートでも、第3位を記録している。ラッドウィンプスは、 映画、君の名は、の映画音楽として使用された、全々前世が週刊1位を獲得。週刊チャートこそ一周のみの首位に止まったが、年間ベースではポイントを積み上げ、同年間チャートで、第2位を記録している。AKB48 は、君はメロディー、翼はいらない、ラブトリップ、ハイテンションの4曲が2016年のジャパンホット100、首位を獲得している。特に、 翼はいらないは、AKB4845 シングル、選抜総選挙の投票権が、CD 版、翼はいらないに封入された影響もあり、発売発集のみで、サウンドスキャンジャパン調べで241.7万枚を売り上げ、CD セールスが牽引する形で、年間チャートにおいても第1位を記録した。その他週間1位を獲得した楽曲としては、 5月に、首位を記録した嵐、アイシークが年間チャートで16位を記録。乃木坂46は2016年に、ハルジオンが咲く頃、裸足で、サマー、さよならの意味の3曲を週間チャート首位に送り込み、年間チャートでも、ハルジオンが咲く頃が19位、裸足でサマーが15位、さよならの意味が13位となった。 1>, 1月に主位を記録した西野香菜の取説は年間チャートでも11位を記録したほか、ピコ太郎の PPAP ペンパイナッポアッポーペンは YouTube から生まれたヒットとして11月に週間チャート主位を獲得し、年間チャートにおいても第6位を記録。ベイビルボードによる全米シングルチャートビルボードホット100でも PPAP は週間77位を記録している。 ケヤキザカ46は、サイレントマジョリティ、世界には愛しかない、二人、セゾンの三曲を、ジャパンホット100チャートに週刊誌位として送り込んでいる。特に、サイレントマジョリティは、他のアイドルとは一線を画したメッセージ性の強い、歌詞とダンスが注目を浴び、年間チャートでも10位を記録する大ヒットとなり、多くの記録を生み出した。ラッドウィンプスは、映画、君の名は、 の映画音楽として使用された全然前,前世が週刊1位を獲得。同年間チャートでは第2位を記録している。ありがとうございます。